こんばんはゆうかです日曜の夜いかがお過ごしですか東京 fm ゆうかの心体元気次の1週間に向けてちょっとだけ憂鬱になってしまうこの時間私ゆうかがあなたの心と体を整えますちなみに私ゆうかにとって春といえば眠い <laughs> ゆうかの心体元気略してここから元気改めましてこんばんはゆうかです春眠いですねもう何をやってても眠いから本当にこう私のやる気スイッチを押してほしいぐらい誰かにもう全然動けないなんだろうねでもまあそういう時期なんでしょうねこう寒い時もあったり暖かくなったりっていう体がなかなかついていけないから大変ですよねでこんな大変な時期に 入学式とか入社とかね、新生活が始まって、皆さん大丈夫ですかちゃんとね、しっかり睡眠取るだけでも違いますからね。まあ、新しいことって本当に、慣れるまで大変ですけどね。まあ、それも楽しんで頑張ってやりましょうね。さあ、入学式の時期ですけれども、私の入学式の思い出は、あの、小学一年生の時に、あの男の子の格好させられたんですよ。 でそれが普通だと自分では思っていてでまあたくさんの女の子と男の子がいるじゃないですかでひらひらの可愛いリボンしたひらひらっていう女の子らしい色の服を着てる子がいっぱいいてで私はどっちかというとコンブレにネクタイで男の子みたいな格好でえっと思ってもうそれがすごく嫌で。 なんか子供ながらに何でこういう格好できなかったんだろうってうちょっと切ない思い出があるんですけどなんか母親がそういう趣味だったらしくてねだからまあ後々可愛いい格好とかさせてもらったんですけどねまあそんな入学式の思い出がありますがえーさあ新年度ということで今夜は占い師のゲッターズ飯田さんをスタジオにお迎えしてこの春運気がアップするためのアドバイスを伺います。かの心体元気 今日も私ゆうかと一緒に最後までよろしくね東京 FM ゆうかがお送りしています心体元気略してここから元気今日は私もお会いしてみたかったこの方をゲストにお招きしました3万人以上の有名人を占ったという最強占い師ゲッターズ飯田さんですどうもゲッターズ飯田ですよろしくお願いしますよろしくお願いします初めましてですよねお願いします3万人以上見てるんですか そうですねもう3万は超えてますねすごいですねでも噂ではすごい聞くんですよいいいいあそうなんですかすごいと <laughs> <laughs> そうなんですねうちの事務所でも、はい、こう見てもらったタレントさんのマネージャーさんとかその周りに、はいる人にも、はい、すごいっていうの見ただけでわかるっていう多分事務所さんのマネージャーさんめっちゃ僕見てますよ <laughs> マネージャーさん会みたいに僕呼ばれて <laughs>、ね、はい う<え>なうな僕占ったりしてました。わざわざ行って、そ,うそ,うそうなんか呼ばれて,占ってまし。った優しいですね。<laughs> <laughs> い,い,いい、好きでやってたんで。ええー、じもすごいっていうことなので、もうぜひもう新年度始まったので。いいどうすればいいかなっていうことを、どうすればいいかなというかね。はい、いろいろ聞きたいなと思うんですが。はい、まず、あの、スタジオに入る前に、生年月日と名前を。はい 私さっきお渡ししたんですが、もうそれでわかるんですよね。もうこれである程度わかりますね。あと顔でしたっけ。顔とあと手相をちらっと見していただければ。ちらっとですよ。今初めて見るんですよ。手相。はい、まあ、でもそうですよね。そうでしょうね。ってこう。もう。だいたい。両手を見るんですね。あ、いい手相です。はい。なるほどね。はい、はい、はい。もうわかるんですね。もうある程度わかります。もう。あら、すごい。じゃ。あはい。 いいですかではゆかさんお願いしますでは基本的な性格から基本礼儀正しく非常に根が真面目なんですが人の話の前半しか聞かないところと繊細さがあって真面目でまっすぐなんですが根が若干ひねくれる癖があるので急に自由が好きとか枠にはまることが大嫌いなので「あれしろこれしろ」って呼ばれると急に面倒くさいってなるけど変にきっちりしてるから真面目にやろうってう。 その真面目にやりたい自分と自由にやりたい自分が常に混ざっているタイプですね家族の前と内側では超ガザスなところが出るのと <laughs> だいぶ雑なそうですからね雑ではないですよまあでもその自我が強い部分と我がの強い部分をあんまり外では見せないっていうところがえ癖なタイプですね で食事のバランス極端に悪いので同じものしか食べないのと<わ>特に子供っぽい食べ物ばっかとか<わ>、えー、パスタばっかとか麺類ばっか食べてしまうところが出やすいのに変に健康マニアなので、えー、自分はこれやれば大丈夫とか自分勝手な健康法だけを持っているタイプですね <laughs> <laughs> 怖い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  <laughs> で疑い深い深とところと えー、マイナス子が混合しているので、はい、すぐなんで何って言ったりとか、すべてに対して疑ってかかるところと、<laughs> 口癖よくわかってます、ねはい、私なんで何って口癖です。言うでしょうね。あの、はい、心が中一で止まっているので、<笑><笑>やだよ本当？ほぼほぼ成長してないと思います。中学校一年生ぐらいから自分がほぼ出来上がってると思います。出来上がってるところびっくりした、はい、よかった、はい。その時から変わらずそのまま大人になっているタイプですね。はい でも芸術系美術の才能を非常に持っているので嬉しい好きなことに関する、えー、突き詰める才能がすごいあるんですが、うん、半端なく秋っぽいのと <laughs>、えー、で,もでもすごいですね行動的だし、えー、本来パワーがすごいあるので<わ>女優さんになるとさら、えー、に活躍したりとか<あ>バラエティーもいいんですけども、えー、何か一個極めるっていうのをやるとよりよ、えー、くなるタイプですね。<laughs> やっぱりなんかぎゅっと絞った方がいいんですか。いや無理だ、すぐ飽きちゃうから。ですよね。はい、まあでもええー。ちょっといっぱい言われすぎてもう何を言っていいのかわかんないぐらいい, <laughs> いろいろ言われましたね、はい。まだめっちゃ出ますけど。ええー、ちょっともう何言われたかもう分かなくなっちゃったな。<laughs> <laughs> まあでもベース真面目ですよ。なんだかんだ言って。ええー、もうえっとれこれどこまで言っていいんですか。恋愛について、えっと。はいじゃあそうですね私も聞きたいことが。はい。 まあやっぱりいつ頃結婚できるかなっていう結婚ですか、はい、結婚一応結婚期ってのはあるんですがユカさん自体に結婚願望があるようでさらさらないです、はいえー、結婚期って言われるものはでもすごいしたい時もあるんでしょそうそれ時々だけですもんねでも最短で言うと本当はもう結婚期来年ですよマジですか2014年お付き合いする人は2014年で一回見えると思います見えるんですかねはいでも僕の占い上 <laughs> 結婚願望はさらさら出てない ゆうかさんでもマ真一っていう言葉を常に使ってくださいまあいいや何とかなるかというとどんどん幸せになる使いますそれ本当幸せになる言葉なんですよ。真一家最高にいいです真一家やってみようかって真一家がいいんだはいそうするとどん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 なんかすごいなんかマイナスな感じしないですかいいです真一家やってみようそうことプラスに思って動くといいですまあでもよく言うよねマイカってでも言った方がいいですなんでと真一家でも言った方がいいです でも一応今年からですねモテ期が始まりますやった。しかも10年ぶりのモテ期ですマジですか道理でここ5,6年道理でかここ5,6年あんまり占い上モテ期ではないのでそうですねなんかこう。11月か12月ぐらいから恋も仕事も最高にいいとこが始まります今までの運気なんか多分一番いいと思いますえ本当に良くなります32年間で の中で一番いいの来ます。<番>いよいよ来ます。それが二年半か三年ぐらい続く。続く。なるほど。はい、じゃあいいいいこと。いや本当に嘘じゃなく本当に2013年はいいです。なるほど。はい。わかりました。はい。ということでまだまだいっぱい聞きたいんですが。<laughs> いっぱい自分が聞きたいことに私普通にすいません,なんかいっぱい喋ってくださるんで4月になって、はい、あの気分も新たにスタートっていう時期じゃないですか、はいね、この節目に番組のリスナーの皆さんの運気もアップするようなアドバイスをいただけたらなと思うんですが、はいはい、それありますかこの時期ですと分かりやすいの色で言うとオレンジ色のもの。 オレンジ色のものとプラスメタリックのものとキラキラしたものがいいのでダメの入ったようなオレンジのものとかをなんかアイテムで持つとか、うん、服でオレンジ色のものとか身につけると運気が良くなりますんで、えー、食べることもいいんですか、うん、食べるのはいいですオレンジジュース飲むとか、はい、オレンジジュースもいいですはい。<ー>でも運気を絶対に上げたかったらチョコレート食べたりです、えー、チョコ食べると誰でも運気ちょっと上がるんです、えー、少しでいいの食べた方がいいです 私この世で一番好きなのチョコレートなんですよ。あ本当ですか？じゃあ絶対エロいですい、ね、え。エーエー <laughs> チョコ心ね。チョコ好きはエロいんですけど、でも運気も絶対上がるんです。わお。でもチョコ食べた方が本当にいいんですよ。じゃあそれは皆さんに当てはまるんですね。チョコレート、はい。当てはまるので。オレンジとメタリック、はい、キラキラしたもがいいんですね。はい、場所とかありますか？場所ですか？はい、えっと一番いいのはあでもアミューズメントパークがいいので。う ちょっと子供が集まるような場所がうんきいのであとわちゃわちゃした場所がいいので、うん、ぜひ行ってみるといいと思いますなるほどこれ男女に関係なく男女関係なくです男女で何かありますか男女ですかそれはないそんな細かく行きますあ、ごめんなさい,い,い <laughs> なんかいろいろ知りたくなっちゃって <laughs>、うん、す,ぐすぐ出ますよもうこれがまたすごいいっぱいノートがあるんですよね,そうですねたくさんメモってあるえー、男性の方でしたらえー、っとちょっと美術館美に関わるところ イベントとかんなんとか店とかあるじゃないですかそういうものにちょっと行ってみるといいです、ね、女性の方がより遊園地とかの方がいいのでそうなんですね、はい、あとデパートとか<ー>ショッピングモールなど行くといいですね,いいですね暖かくなるとね、はい、アミューズメントパーク行きたくなりますからね。はいはい、ということです皆さんも、ね、運気上げていきましょうね。はいはい ゲッターズさんの活動本ですかね本が、えー、ちょこちょこ出てますんで「うん、ゲッターズイダ」で検索していただければわ、えー、かると思うんですがさっきの「チョココロネ」の本とか本、はい、あと「ダイエットモテる人はダイエットしない」っていう本とかこれ恋愛本なんですけども <laughs> またこれすごいタイトルですね。はい、世の女性全員ダダイイエエッットトししててますすよよこれはダイエットしなくてもいいんですよ そのダイエットするなっていう意味じゃなく「はい、太った人は太ったなりでもぽっちゃりしてでもモテる人はモテるんですね」うん、その「ダイエットしてないから」で理由をつけて「恋から逃げるる人がいるんですん私ダメ痩せてないから」じゃそうじゃなくて「そのままでもいいんですよ」ってことが書かれてるので決して「ダイエットをしないイコールではないんでなのでそんな本」あと「あなたの、えー、答え合わせ」っていう60パターンで「あなたがどんな人なのか」っていうのが分かる本も。<laughs> 出てますので。すごいですね。あとボーダーの着る。あ,あ、そう。要し女は。ボーダーそっからだって女子みんなボーダー気にくくなりましたからね。<laughs> ボーダー着る女は95%持ってないて。男性は？男性は大丈夫です。男性はいいんだ。男性は大丈夫、ね。まあいろいろ本もたくさん出られて、お忙しいと思いますが、はい、またぜひ来てください。はい、また来ます <laughs>、はい。ありがとうございます。ま今日のゲストはゲッターズ飯田さんでした。ありがとうございました。